どうもこんにちは。今回は僕の好きなアニメを紹介したいと思います。タイトルにもある通り、東のエデンというアニメです。こちらはアニメが原作となっておりまして、絵の方は3月のライオンという漫画の絵の人が描いております。ということなんですけど、まず第一に、このアニメ主人公がすっごい魅力的なんですよ。落ち着いてて、ユーモアがあって、なおかつかっこいい、まさに典型的な女の子にモテそうな主人公なんですけど、男から見てもね、すっごいかっこいいんですよ。言葉一つ一つでもすごいかっこよくてね、東のエデンっていうアニメ知らないよっていう人でも、この主人公だけでもちょっと検索をかけてほしいです。で、このアニメの魅力二つ目なんですけど、内容もすごくいいんですよ。分類分けするんだったら多分陰謀系になるんじゃないかなって思うんですけど、そう、陰謀系独特の裏でなんかとてつもないことが起きてしまうような、そんなヒヤヒヤ感、まあ、感覚としてはあれだな、20世紀少年に近いなという感じです。20世紀少年を知らないっていう人はちょっとGoogle で調べてみてください。なんか人差し指に目玉が描かれた怖い人みたいなのが出てくるアニメなんで、漫画なんで、そちらもすごい面白い作品です。ではでは、話を元に戻して、東のエデンの魅力3つ目、サウンド。アニメね、サウンドもすごい素晴らしいんですよ。端的に言ってすっごいおしゃれなんですよね。特に1話の最後の方で流れる、主人公が空港へ向かう場面で流れる音楽があるんですけど、その空港へ向かう場面の音楽がすごいおしゃれでいいので、ぜひ聴いてみてください。多分 YouTube とかでもでも聞けると思います。さて、以上、今回は東のエデンについて紹介させていただきました。最後まで見てくれた方、もしいらっしゃいましたらありがとうございます。チャンネル登録ももしよかったらよろしくお願いします。